れですねこれこれこれ、もう明日届く、明日届く、すごい便利だね今度は、はい、ちょっとこれ使えないかもしれないけど、はい、あのやっぱり俺って言ったら、はい、DVD なんだよねこれ使えないでしょ。使えないんですけど、いいですよ。いいよ、はい、この方から、佐山愛ちゃんから。おー、なんて今、佐山愛ちゃん伏せたんだよ。いや、4人ぐらいいますよおっとちょっとね、浮気しちゃってるんだよで、アダルト商品もこのように、うん、あの18歳以上であれば、まあ一回年齢確認入るんですけど、これ、はい、おー、来たすごい、アマゾン最高愛ちゃんって言ったら必ず地上物なんだよ、はあ、それを崩すような、はいはい、うん、ちょっとドキュメンタリーチックなものとかが好きなんだよ。弱みを握って性奴隷にしようとしたら拘束されてゼネとかでそれじゃないんだよドキュメンタリーどうやつですか。これ結構リアルなあれですよね、はい、だからあのカンパニー松尾とか演技とかはしてない方がいいってことですか。なるべく演技はさせない方がいいんだよ持ってないですか、カンパニー松尾さんと佐山愛さん。多分絡んでないと思う。あ、ない、多分アポを取ってると思うんだけど、うん、断り続けてると思う何ですかその裏読みじゃあ痴漢電車これ燃えるね、ちょっとこれ燃えるね。これでも総集編ですよ、多分いろんな人の。あ、そうか。こっちもなんかパッケージ見るとすごいな、うん、あ、でもこんなに。あ、これにしようか。え、これでいいですか。うん、これ買うよ。わぁ、エロ。ちょっとごめん、はい、ごめんね、はい、ちょっと話を追って、はい、これ痴漢だけど、はい、愛ちゃんの方が男を犯すんだよ。そうです。逆なんですか。逆じゃないとね。じゃあちょっとこれはこっちは多分あれですよ。されてる方じゃないですか。じゃあそれにしようか。図書館で、うん。図書館でこんなところで。ああ、こう噛んでね。中古でいいですか。中古でいいよ、全然中古のじゃあ766円のやつしようか。安い。これですね、いいって書いてるんで、うんうん、お願いします。はい、よし東田さん、もう5万円いってますからね。えぇアマゾンマジック。えぇ、怖い、アマゾン。せっかくだから、はい、姫崎花ちゃん。あ、なんでしょう。ものすごい女優でしょ。ちょっとロリですね。ロリ。これで、うん、どういうパターン。ね、オイルマッサージって入れて。まだ出てないんだろうな。あ、本当にオイルマッサージが出てきた。あ、おおおお、来た。これだ。来たー。これこれこれ、うん、これラムタラ買いに行かなくて済む。あ、違う、8月16日予約。まだこれこまだなんだ、はい、でも最新作です。最新作じゃあ一応入れとこう、予約次。あ、もう次まだあります。あるよ。次は、はい、三島夏子。 YouTube やってますよね。おお、知ってるね。なんで知ってんの。なんで知ってんの。僕もちょっと三島さんチェックだった。チェックしてます。分かった。 M さ、石田ゆり子好きじゃん、はい、そっち系じゃないの。
そうなんですよ、ちょっとあのそうですね、うん、そうだね、母性が、はい、このサムちゃんなんだ本当に UV 買ってたからこれは僕本当に江頭さん分かってるなって思いましたちょっと上の方だね。何系が見たいんですか。この人はちょっといじめられた方がいいな、この子これでいいんじゃない。 AV 女優の三島夏子が中年親父たちのオフ会で回されてされまくった。あ、でもこれあれですかね、写真集っぽいですね、うん、あ、写真集だ。嘘、これ最高じゃんセクハラされまくりのスケスケエクササイズ。エクササイズ嫌い。エクササイズは嫌いなんですね、うん、やっぱスポーツ中にやるのはねこだわりあったんですね僕もやられてる方がいいんですよ。そうなんだよねこれにするかな。お、これ、うん、強国のプリンプリン感過去10年最も売れたむっちり爆乳爆尻女たちのえぐい肉感成功54本番8時間あ、これもでもあれ総集編ですね。総集編ですね、はい、だけど、はい、総集編買ってるとさ、はい、見つけることができるじゃん。あのたまに掘り出し物がちょっと引っかかってくるとそれにかけよう明日届きますよ。明日届く。うわ、夢のような明日だな。次は小谷ルナ。小谷ルナ。これはマジで知らないです。うわー、来たもうエロ漫画のそのまんま降りてきた少女みたいな乳輪でかいでしょ。でかいですね。これね、カツオブッサンってところに所属してるんだよ。あ、そうね。何のカツオブッサン。カツオブッサンの総集編持ってるから、はい、みんな見たことあるもんな。カツオブッサンっていう、なんかこういうレーベルみたいな。レーベルなんですよ。乳輪でかくて、おっぱいがでかい人を結構囲ってるんですよ。総集編、これを買ったってことですか。そうなんですよ。あ、確かに、だとしたらもう全部網羅して、網羅しちゃってるかもしれない、うん、シーリングライトもこれでいいんじゃないって言ったらすげえ悩みますけど。ずっとテレビ台よりも悩んでる。確かに。よし、これでいい。じゃあ、ルナちゃんは一回おなしで、なしで、うん、アマゾンで注文したものが全部届きました。どうします、これ一応開けます。これ開けようか、はい、これ一番実は楽しみなんだこうやって簡単に開けれるんだね。オープンって書いてある。そうなんですよいくよ。うわー、なんか脱がしてるみたいこっからこう、うわー、きたー、出た、むっちり爆乳女54本番多すぎないですかいや、そのくらい必要なんですよ。54本番8時間。8時間ロケから帰ったら、うん、もう8時間見るから見てください